はい、皆さんこんにちは。今日はちょっと変わったのをやりましょう。バラ、バラ正面から見たとこね、ポッとこう机の上にね寝かせてあるって感じ。これもバラ。これはね、あの画仙紙のハガキじゃなくって、そうね、あのアラメっていうハガキを買ってくるといいですね。アラメ、中目、ここにね、ほらこんなマークがあるような、そしてここがザラザラとした感じ、水を吸っていかないようなザラザラとした粗めを買ってらっしゃるといいですね。これは30枚ほど入って300円ぐらいで売ってると思います。ではまずこちらのピンクのバラを描いていきましょう。そう、紅梅です。この紅梅の色を取って、そしてピンクのバラがどこに置きたいかな、置きたいところにぐちょぐちょぐちょっとこう塗ってください。ぐちょ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 っと、あんまり丁寧にまん丸にしなくていいですよ。ここもこういうざっくりした描き方って楽しいですから。そして外の方は あんまり薄くしないで、ちょっとデコボコしましょう。後ろの方はちょっとデコボコしましょうね。そしてまん丸じゃないってことね。そう、これね、ちょっと時間を持ってやった方がいいですね。急いでやるとね、ここがまだ濡れてるでしょ。だからあんまり綺麗に描けない。家でねバラ作ってるんですけどね、秋になったらねすごく咲き出しましたよ。やっぱり涼しいといいね。春と秋、春のバラは素晴らしく大きくっていいんですけどね、秋のバラはねまた清楚で好きですね。さあ今度紅梅を筆の先にしっかりつけたら、ここの中心を真ん中じゃなくてちょっと下、ちょっと横、左横にちょんちょん、ほらまだね濡れてるから、なんかこう紅梅とね円字もいいね。まず紅梅でいこうか。紅梅でこうしてちょっとカクカクカクと、こんな風な感じでちょっと濃いくしてください。ここもどっち向いとるかなって、こういう風に向いてるんだから、こっちの左の方が中心になった方がいいと思いますね。この子も下の方ね、下の方がこう、バラってこんな簡単に描けるのと思いますよ。これやるとこんな感じ。これ紅梅の薄いのところに紅梅の濃いのでちょっと線を入れたという感じですね。そしたら今度円字です。円字ってどんな色、はい、これね、ちょっと濃い円字、その円字でもうちょっとここを線をはっきりします。ちょっとこれバラを意識してカク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 とやってくださいね。どういう意味かっていうとね、バラの花ね、こうありますね。そうするとね、ここのとんがりのところをこう隠すの。そしたらここの切れたところを隠すの。切れたところと切れたところを隠す、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 こういう形でバラの形になってきますからね。でもこれはまあ適当でいいです。さあここのところもちょん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 、これねバラのね花びらのね、まあ影に入ったところと思ってね、ここも円字でやりますよ。そう、こんな感じ、ね、そしたら今度ね、チューブの、あ、汚い、ごめんなさい、汚いチューブの白を溶いたのを、パレットに置いて、その白を取って、そしてこのまたこの間にこうしてくる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 
これ何でやってもいいですよ、ね、もうちょっとこう花びら 大きい方が良かったかな。もうちょっとピンク入れよう。この外にピンク入れるときはね、三角に入れよう。三角三角三角とね、ほんと花びららしくなりますから。さあまたこっちもくるくる、あ、この子からいこう。くるくるくるん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 いつもこんな歌を歌ってる。くるんくるんくるん、これももうちょっと大きくしたいなと思ったら、ここの周りをちょっと角ばらしてね、こうして角ばらせるとね、花びらっぽくなりますよね。さあ次の子も白、くるん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 、ちょっとね、そしてもうちょっと自分の好きな大きさに。だいたいちょっと花バラの花らしくなりましたね。そしたら、こうパラッと置いてあるんだから、ここから茎をこう出します。まああんまり見えないから茎と、あ、そうね、これね、バカバと隣の青草と、そして本愛を少し触って、そしてもう適当でいいです。こうして葉っぱいっぱいあるよって感じに、そしてね、この辺もで、これだけじゃ寂しいので、ちょっとこうなんか一緒にピッピーってしたこんな葉っぱをちょっと入れるとね、花束らしくなる。それからこの藍色でちょっと影を、ここのお花の下をちょっと影をつけると、はい、ね、こんな感じ。そう、しっかり描かなくていいから。こういう時は私はあの赤のペンで、サインペンで、サインします。す、にこでもいいね。なんて書こうか。そうね、なんだかわからないけど、おめでとうございますにしようか。退院おめでとうとかね。これザラザラ紙だからちょっと書きにくい。バースデーとかね、ハッピーバースデーとかね、そんなのがいいかもしれません。はい、ピンクのバラ描けました。次は黄色のバラ、でっかい黄色のバラに隣のさっきやったピンクのバラを描いていきます。はい、ね、このラッパマークの粗め葉が切って描きますよ。さあ今度は黄色をしっかりとって、はい、ぐる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 、大きく描こうかね。ぐる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 、でもね、あんまり端っこの方はね、まん丸にしない方がいいですよ。こう尖らせるみたいな感じで、ちょっと尖らせた感じ。このぐらいでいい？ちょっとでっかすぎたから、ごめんなさい、調子に乗っちゃった。次は勾配でね、勾配でこっちでぐる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 、ちょっとちっこい花になりそうですね。そしてこっちつぼみちょっと細長くしてきますかね。さあこれを乾くまでどう時間を使おうか。ここ混ざっちゃうかな、そう、黄色の場合は朱色です。ピンクの場合はエンジだったんですけど、黄色の場合は朱色で、中心からこうね、ペケ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 、まず薄くしとこうか。ペケ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 って言いますね、こんな感じ
そしてここら辺もちょっと角張ったところもね、花びらもこのような感じにしていく。これがまた乾いてくれるまで待ちたいので、今度はこちらの紅梅を行こうか。この子も濡れてますよ、ずいぶん。もう溜めるより仕方がない。ここにねちょっと紅梅溜めとこう。この辺とかね、うーん、乾いてくれ昨日はね、孫のねトムちゃんのね14回目、15回目かな、誕生日だった。だからベランダでバーベキュー。はい、今度また朱色でもうちょっと中の方を濃くしてね、どうかな、角行きたかったんだけど。それからこっちは円字で中心、まだまだ濡れてますね。真ん中だけちょっと濃くしとこう。それからここもちょっと濃くしといて、なかなか乾かない。じゃあどうしようかな。白いこうか。じゃあさっき白をまたこの間にちょっと入れます。まだ濡れてる。そうね、どうしようかな。これよいしょ。あ、大丈夫これなかなかね乾かないから。ガセンシとは違ってね、時間をとって書いてくださいね。ちょっと外の方までちょっとこうして光が当たったところを書いてきますよ。この子まだ染みてるな。こうちょっとこの子はね下へ。皆さんね時間あるからねゆっくり書いてね。全部乾いちゃうとまた書けないのね。適当に乾いたところでやってください。難しいかさあこんな感じでどうかな。らしくなる。そうね、こういうちょっと角させようか。こういう角そうね、こうしてこういう角してるのがねこうちょっとバラらしいから、角あカラオケも行きたいな。下手なんだけどね好きなんですよ、それがね偉そうにシャンソンが好きなの。だから習ったシャンソンをね今度はピアノで弾くのをね練習してるんですよ。愛の讃歌なんてねもう弾けますいつかYouTube でね披露してみたいなと思うんですけども、娘にそう言ったらねやめなさいって世間の迷惑になるからって言われましたのでね、もうしばらくお待ちくださいね見てね、愛の讃歌糸がね出来上がったんですよ。そのうちに愛の讃歌をやってね、これ葉っぱ書いてますよねで今はね逸話真由美のね何だったっけ、恋人よってやつ歌えないくせしてすっごい難しいの。右手は簡単なんだけどね左手が難しい。やっぱりこうして長くしてきます。そしたらここに花をつけようか。黄色い花をてん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 、黄色だけじゃ寂しいからこの真ん中にちょんちょんちょん、何の花だろうこれ、作り花。そう、そしたらここに影を落とすんですね。影を落とすんですけどね、やっぱりね黄色の影はね少し黄色入れた方がいいかと思います。
夜景が綺麗に見える。うん、どう？もうちょっとここ濃くしたいね。ちょっと乾いてきましたので、ちょっと朱色でここをもうちょっと綺麗に線。そう、このくらい乾くとね、描きやすいですね。こんな感じで、まあ外の方はまあ適当でいいですけどね。うん、これでいいことにしよう。まあこれはお好きに描いてください。なんか字書くところがなくなっちゃいました、ごめんなさい。これ画用紙にはね、たくさん描くといいですよ。さあ、これとこっちかな、今日描いたのは。これとピンクのいいかな。お、ここいっぱいにしたいんだけど、私こうよいしょできるかな。いい、これでいい。はい、バラ、はい、こんな方法も楽しんでみてください。ありがとうございました。また見てくださいね。